こんにちは。音楽スクールで BTM クラスを担当しているキックです。いつもありがとうございます。今回はですね、質問にお答えをしたいと思います。前にですね、コメント欄でアップルループね、ステレオの素材のアップルループをモノラルにね、こうなぜか書き出すことができないというね、ご相談をいただいていたんですよ。ちょっと時期がね、ちょっと空いてしまって申し訳なかったです。ちょっと制作でバタバタしておりまして申し訳ないです。でね、このタイミングとなりましたが、ぜひですね、お楽しみください。まず内容としてはですね、前にモノラルで書き出す方法っていうね、動画を僕上げさせていただいたんですね。でその方法もお試しいただいたんですけれども、モノラルで書き出すことができなかったそうなんですよ、アップルループに関して。で僕の中ではですね、あれそうだったっけかなと、アップルループって一応普通のオーディオではあるので、ね、アップルループっていうね、そういった処理はされてるけれども、基本的に通常のオーディオなので、モノラルにならないことってないよななんて思いながらね、ちょっと今やっと実験してみたんですけれども、できましたよ。奥さん、ちょいと奥さん、できましたよ。まあ、そのネタ置いといて、行きましょう。ではですね、早速証拠にね、音を聞いてください。これが読み込んだ波形ですよ。まあ、ステレオですよね。左右に広がってる音ですよね。なんですけど、僕はね、書き出したやつが、ほら、モノラルですよね。バッチリと。波形も見ていただいても、ほら、モノラルなわけですよ。しかもほら、このトラックはステレオになっちゃってるのに、ちゃんと波形はモノラルになってくれてるわけですね。でもちろんモノラルで扱いたいときは、ちゃんとね、トラックもモノラルにしてあげれば、真のモノラルになるわけですね。っていう感じなんですよ。で、じゃあどうやったかというのをしっかりとお伝えしますので、お楽しみください。では、まずね、選びましょう。ここでステレオの素材を選びますと。はい、読み込みます。ここまではいつも通りですよ。はい、ここまではいつも通り。はい、読み込みましたと。そうしたら、はい、ステレオですね。次に何をすればいいか。トラックを選択してあげると、当然ね、ここが、ほら、見てください、ここ、輪っかが2つ重なってますよね。これはステレオっていう証拠なので、これをまずクリックして、モノラルにしましょう。ここまではね、その前のモノラルで書き出す方法って言った動画でね、じゃあ説明しているところではありますね。いや、次に参ります。次は、ここ、ね、書き出したいリージョンね、このように複数選択して、右クリック。そうすると、この中に、所定の位置にバウンスっていうのがあるんですよ。ほら、ここ。もしくは、ちゃんとしてメニューから選ぶときに関しては、これね、バウンスして結合ね。この中の所定の位置にバウンスっていうのをクリック。そうすると、メニューが出てきます。ね、そしたら、このメニューのところで、このまま OK を押しましょう。そうすると、ほら、これだけで、あらあら、何やら、モノラルになってるっぽい雰囲気じゃないですか。ほら、よく見てください。元のトラックがモノラルですよね。なので当然今ね、所定の位置にバウンスで書き出されたトラックも、ほら、ここモノラルになっていますね。で、そして音を聞いてみると、ちゃんとモノラルになってるはずです。これモノラル状態ですね。で、こっちのステレオだと、あ、ごめんなさいね、これ戻さないといけダメです。ステレオなので、ステレオトラックに戻してあげて、ステレオですよね、元の素材は。で、このこっちですね。モノラルにしたトラックは当然モノラルなんですけど、仮にじゃあね、このトラックの設定をステレオにしたとしても、素材はモノラルなので、ちゃんとモノラルで鳴ってくれるはずです。ほら、違いますよね。こっちはステレオ、こっちがモノラルというふうにね、ちゃんと素材はオーディオがちゃんとモノラルで書き出されてるってわけなんです。つまりまとめると、要するにもう書き出すときにですね、ここをモノラルのトラックにしてあげた上でね、書き出したいとこリージョンを選択して、まあ所定の位置にバウンスっていうのをしてあげるだけで、アップルループであったとしてもしっかりとモノラルで書き出されるってわけなんです、ね、大変お待たせしましたが、いかがでしたでしょうか。ぜひね、モノラルにバンバン書き出してモノララーになっちゃってくださいということで、僕のチャンネルではこういった質問の内容をね、お答えしたりですとか、 BTM の作曲のテクニック、音源配信なども行っておりますので、チャンネル登録やコメントねお願いいたします。いつもねコメントや本当に交流してくださって、それが何よりも本当に嬉しいので、力になってます。よろしくお願いします。で、私キックンでございました。またお会いしましょう。ありがとうございました。お体気をつけてください。